2023年11月13日、アメリカの民間の非営利団体海軍研究所 USNI、ユナイテッド・ステイツ・ナバル・インスチチュートは、日本最大級の軍艦が F-35B ライトニング2戦闘機運用に必要な試験を受けるため、2024年にアメリカ東海岸に来航する予定であると発表しました。今回の主題は、護衛艦加賀の F-35B 戦闘機認証試験です。改造後、初めての長期航海に出る加賀が、そのまま F-35B を加月艦載しての寄港となったら、中国への抑止効果になるなんていう声もあるようですが。さて、USNI が言っている日本最大級の軍艦というのは、海上自衛隊が世界に誇る出雲型護衛艦のことです。2023年10月末、海上自衛艦と航空自衛艦で構成された日本側の視察団が、アメリカ東海岸や大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船し、F-35B 戦闘機の運用試験を視察しているのです。USNI の分析によると、プリンス・オブ・ウェールズが試験をしている同じ海域で、空母化改修後の出雲型護衛艦が、F-35B 運用に関する様々な試験を行うのではないかということです。日本政府と防衛省は、2013年平成25年以降、海地が保有している出雲型護衛艦2隻を空母とする作業を進めていたと同時に、垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の購入も計画していました。現時点で、F-35B 戦闘機は、およそ42機の購入を予定しているようです。この機体を運用する飛行隊を新たに航空自衛隊内に作り、宮崎県新富町の新田原基地に配備すると公表しています。九州に配備する理由として、南西諸島空域でのスクランブル発進に最速で対応するためであると同時に、台湾有事も視野に入れているということでしょう。イギリス海軍の空母プリンス・オブ・ウェールズは、前述の通り、アメリカ東海岸での無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練も実施しているので、前述の UNSI が、同様のテストを出雲型護衛艦でも実施する可能性を推測しているのです。姉妹艦のクイーン・エリザベスと並んで、イギリス海軍史上最大の軍艦になる予定のプリンス・オブ・ウェールズ。36機の F-35B 戦闘機と12機のヘリコプターの搭載能力を持つ空母です。クイーン・エリザベスが女王艦なら、プリンス・オブ・ウェールズは皇太子艦ですね。この船体は、4つの地域、ポーツマス、ロサイス、バロー・イン・ファーネス、クライドで、BAE システムズと VT グループが建造を担っています。最終組み立てを、スコットランドのロサイス造船所の1号艦ドックで行うそうですが、ここは、クイーン・エリザベスの改修工事も行われた場所でした。2022年8月27日、プリンス・オブ・ウェールズは、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に参加するため、イギリスのポーツマスを出港しました。しかし、出港直後に、右舷推進部の結合部や舵に損傷が発見されたため、演習航海は中止となりました。さて、どうしたか、皇太子に代わって、女王が9月8日に出港することとなったのです。ウエストラント22で予定されていたプリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も延期になったのは言うまでもありません。英国放送協会 BBC は、この損傷について、アメリカへの演習に出発した直後に故障し、足を引きずりながら戻ってきたとからかいましたが、シャレになりませんよね。プリンス・オブ・ウェールズは、修理のためロサイス造船所に入居しました。しかし、クイーン・エリザベスの部品取りにされているという悪質なデマが流れたこともあって、国防大臣が慌てて、これは一時的な応急処置と釈明する事態になってしまったのです。修理と能力強化のための改修に約9ヶ月を要しました。プリンス・オブ・ウェールズは、2023年7月21日にドックを出て、28日には、CH-47 ヘリコプターが飛行甲板に着艦する画像を SNS に投稿していました。10日後の7月31日には、映画トップガンマーヴェリックに登場するセリフをパロディ化したような文章を投稿、皇太子艦の飛行甲板の運用再開をアピールしたのです。一方、
軽空母への改修が完了した海地護衛艦加賀ですが、2023年11月17日、母港呉基地へ帰還しました。長期間の改修を経て、本来の基地に戻ったことになるわけです。偶然なのか、旧日本海軍の空母加賀の進水日も、同じ11月17日だったので、運命的なものを感じるという声が上がったとか、アメリカ東海岸への派遣艦派加賀になるのではないかと噂されているようです。あるいは、アメリカ海兵隊やイギリス海軍の F-35B 戦闘機を使用して、空母としての機能を確認する目的ではないかとも囁かれています。出雲旧の空母化については、発着艦機能整備に加え、艦隊内の本格的な改装もまだ構想段階です。既存の F-35 キャリアを参考に課題を洗い出した後、2万6000トンサイズに合った空母化改修を行うと思われますから、空母としての機能を完全に備えるまでには、かなりの時間がかかってもやむなしと考えられるのです。話は変わりますが、艦艇排水量のうち、満載排水量とは船そのものの重量ではなく、燃料や乗員の体重、水や食料などの積載貨物を加算した総合重量です。強襲揚陸艦の場合は、運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれるわけですね。つまり、上陸作戦要員がいる分、空母より広い居住スペースが必要で、装備には、大きな戦車やトラックがあるので、車両庫等のスペースも必要です。上陸作戦関係の重量が増えたから、航空機の運用能力が拡大するわけではありません。スペースもスピードのそのままです。また、加賀が空母化しても、艦載機である F-35B の購入や、空自パイロットや整備員の養成もこれからの話なのです。何も始まっていないということですね。こういった過程を追はしても、搭載可能な F-35B はたった10機ですから、戦力では中国海軍やアメリカ海軍の正規空母とは全く比べ物になりません。戦力にならないなら別の使い方を考えなければなりません。そこで最有力と思われる使用方法とは、イギリス国海軍空母のようにアメリカ海兵隊の F-35B も一緒に派遣してもらい、洋上補給基地として使用することではないかという意見があるようです。もう少しプリンスオブウェールズについて見ていきます。前述のように9ヶ月もの改修と大幅な能力強化を受け、2023年7月21日にはスコットランドのロサイスのドックから出てフォース川に入り、母港ポーツマスへの帰路に着きました。その途中、7月29日には、プリンス・オブ・ウェールズの公式 X に飛行甲板が使用再開されましたと、ヘリコプター CH-47 チヌークの着艦写真とともに投稿されました。その2日後の7月31日、飛行甲板の再開に関して、投稿が再びありました。映画、トップガン・マーヴェリック内でのセリフをパロディ化したものと思われる内容です。飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレーテーブルを元の位置に戻し、着陸準備をしてください。フライトデッキは営業中ですというユーモアのある投稿でした。それに対して、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。ぜひ母を連れて行きたいと思っています。一度、穏やかなベルファスト港を訪れてみてはいかがでしょうか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますといった心温まるコメントも寄せられていたそうです。プリンス・オブ・ウェールズと出雲護衛艦は台湾有事が起きた際には大活躍してくれると期待する向きも多いようです。ところで、プリンス・オブ・ウェールズはイギリス海軍の艦艇ですよね。ということは、基本イギリス領海にいるのではないでしょうか？となると、台湾有事の場合、イギリス本国から駆けつけるとしたら、相当時間がかかるのではないかと心配になってしまうのは筆者だけでしょうか。